さあ今日も双葉書道会のマス目押しを使って聞く解説していきます。まずは草かむり書き方を覚えておきましょう。1画目に対して2、3画目の点画の形はまずはこっちは短くてまっすぐです。で、3画目は長くて斜めなんですね。横線を過ぎてからのピンクの部分は短くし、共に長さは同じです。横線の上の部分は長さが違うんですね。緑のよりも青の方が長いというバランスです。これ覚えておくと草かむりきれいに書けますね。あと菊のバランスかなり難しいんですが、私がおすすめする草かむりと4画目以降の位置の問題です。緑の横線に対してブルーの横線少し右にこういうふうにずれていることがわかります。そうするとねバランス整えやすいんですね。その代わり米のこっちで左に長くしバランスを整えるという考え方なんですね。ある程度ここまでは右に寄せるんですが、ちょっとこの横線だけ左に長くします、そうするとね菊ってね絶妙なバランスを持って美しく見せることができるんですよね。で、良くない例として中の米を大きくし下を揃えるとねすごいごつい印象になるので、米を小さくしこのラインで斜めにすると覚えておきましょう。さあ続いて筆ペンで解説していきます。基本的には横線は細く描きます、縦形は太めでいいんですが、横線を細くするだけで大人っぽい印象になるんですね、ある程度ここは太くてもいいんですが、ここ太くしてしまうと結構男性的な印象になるので注意が必要です。外枠の線ってあんまり太くしない方がいいんですよね、試しにちょっと太く描いてみましょうか。そうするとねすごいごつくなってしまいますよね。外側に縦線がある場合はその縦線を細くするがセオリーなんですよね。例えばですね、風とかも1画目と2画目の縦線を太くしてしまうと中の余白縮こまっちゃってかっこ悪くなるんですよね。中に字がある場合外枠の縦線は細くし、太くしていいのはこう中だけって覚えておくといいですね。さあ続いて大筆で解説していきます。羽の描き方でやってはいけないのが、こういうふうに穂先を先行させてしまうと羽先ってバサバサになるので、できるだけ垂直の方向を保ったまま跳ねることが重要なんですね。で、もう一つ良くないのが、この縦線の段階で手首や指を曲げてしまって、こういうふうに筆が前に行くと根元のここの部分って平らになってしまうんですよね。これ経験ある方多いと思います。ここを直すには、こうなっても構わないんですけど、ちょっとね羽の方向こっちの方向に一旦倒していただいてから跳ねると、ここってかっこいい角になりやすいんですよね。少し時計で言うと7時の方向にパタンと倒してから跳ねると、お尻の部分は綺麗に角になりやすいんですね。おさらいしながら書いていきます。まず横線は細いんでしたね。縦線形は太くていいです。上は長くてこの横線を過ぎてからは短いです。上は長いです。で、この線は斜めに書いていきます。ここは少し横線に対してここはあまり長くならないようにしていきます。この横線の位置に対して少し4画目以降は右にずらすんでしたね。で、あんまりお尻が長くならないように注意しつつ、ここの線あんまり太くしたくないです。米は少し右に寄せておくんですが、この横線だけは左に長くするとバランスが取れやすいんですよね。で、米自体はあんまり大きくしないように、ここのラインは斜めを保つようにしておきましょうね。さあ続いて行書です。行書の草冠でよく書く方法がこの点々になるっていう書き方ですね。これで菊の場合はね非常に書き方が楽です、1、2画ぐらいでここまで書け切っちゃうので、ちょっとねこう面倒な時、住所書きって大体書く時、お名前を書く時って大体面倒な時多いと思うんですけど、この草冠にしてあげることね結構おすすめします、別にこれにしなければいけないというわけではありません、しっかりとこの草冠楷書の形にしたまま行書にしても問題はないわけですよね、全体的に楷書と行書の違いは丸みが出ることです。ここまでが美文字です。ここからはお遊びです。今日は男性的な菊と女性的な菊で書き分けます。男性的っていうのは斜め上がりを強くし、ちょっとね頭ちっちゃくしておくんですよね。その分ですね、お尻をこういうふうにドンと大きく書いていきます。そうすると本当にこう男性的な菊になりますよね、これでもものすごくいいと思います。かなりかっこいいですよね。今度はね女性的に書くってどういうことかというと、線あんまり斜め上がりを強くせずに、頭の方をねこういうふうに大きくするんですよね。少しここにスペース与えてお尻を小さくしてあげると、文字の大きさ同じであっても全然印象って変わってきますよね。男性的な字と女性的な字って全然違うわけですよ。下半身が小さいと女性的になって、大きいと男性的になります。
あと筆の向きでも変わってきますね。やはりずっと筆の向きをこう斜めのまま保つと、まあ、お習字的、少し男性的な印象になりやすいですし、まあ、硬い印象になりますよね。まあ、これが悪いというわけではないんですけど、もっと柔らかく書きたいなっていう時は、筆の向きを進行方向に対してこういうふうに逆側に向けてあげると、何が起こるかというと、線質が柔らかくなっていくんですよね。こういうふうにやはり筆の向きだけでも随分と印象も違うし、墨色も違いますよね。こっちの方がやはり薄くなって、こっちの方が濃くなっていくんですよね。でよりねデフォルメして、左側より男性的に力強い感じにします。斜め上がり強くし、筆を潰して、ものすごく角強くして、もう極端な菊にしますね。ここはめちゃめちゃかっこいい感じにしますね。なんか日本酒みたいなイメージです。今度はこっちはすごく女性的にしてみましょうか。まあね、ちょっと草冠のこのちょんちょん使うと可愛い印象になるし、少し女性らしい印象になりますね。うん、まあ、全然雰囲気変わりますよね。お遊びも以上です。ありがとうございました。さあ、いかがだったでしょうか。聞く皆さんの、全然話変わるんですけど、ゴールデンウィークって何してました。私はね、ゴールデンウィークってあんまりお休みしないんですよね。まあ、なんでかというと人が多いからっていうだけなんですけど、まあね、ゴールデンウィークの前にちょっと遊んできましたどこ行ってきたかっていうと、山梨県周り、まあ、富士山周りをねちょっとランニングしたりとか、山登ったり、少しねソロキャンしたりしてました。うん、まあ、あの辺ってね、この季節は気温もちょうどいいんですよ。なんか山梨県の富士五湖あたりって、もともとのベースが標高800メートルぐらいかな。だからねちょっと涼しいんですよね。今年のあのゴールデンウィークってかなり暑いですよね。まあ、ただ寒すぎるのは良くないなと思ったんで、ちょうど山梨県あたりがいいなと思ってそこに行ってきたんですけど、やっぱあそこに住んでる方羨ましいですね。富士山があんだけ大きく見えるし、もう本当に気持ちよかったですね。まあ、雨も降ったりしたんですけど、まあ、雨降った中でも楽しむことできましたね。私結構アウトドア派なんですよね。走ったりキャンプしたりね。はい、話は全然関係ないですけれども、改めまして2000文字の常用漢字をペン字筆ペンオフで楷書行書アートで解説していきます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。インスタグラムのフォローもお願いします。よろしくお願いいたします。